Bonjour à tous! 皆さん、こんにちは。パリガイドの涼子です。今日は、はい、ピガールというところに今来ています。自己紹介街歩き動画第3弾。今回はですね、もう私のパリ生活ほとんど過ごした。モンマルトルという、まあ、私の本当に村でございます。一番パリで私が馴染みがあるというか、もう本当に故郷でございます。ブールバード・クリシーというところなんですけれども、ここはですね、昔実は城壁があったんですね、はい、でこちらの18区側がパリの外ですね。そして反対側の9区の方がパリ市内ということで、18区は1860年からパリの一部になったんですね。ということで本当に村でございました。でこのですね、12番線と2番線というね、メトロ通ってる駅なんですけれども、ここ西の方に行きますとブランシュという駅に着きます。このブランシュ駅に行くと、はい、ムーランルージュがあるんですね。でこのピガールとブランシュの間は大人のお店とかですね、ストリップ小屋とかですね、そんなものがありまして、男性の方は絶対に引っかからないでください。あのお姉さん出てきません。高いね、炭酸水500ユーロとか言われて、このね、駅前のブーヨンピガールっていうレストランがすごいおすすめです。めちゃめちゃ安くってコスパ最高。メインが10ユーロ以下とかであるんですね。コーフィドカナールっていうね、とってもポピュラーな大好きな私の脂っこい料理ですけど、ね、うどん通りっていう、もうピガール広場もう上がってすぐのところ、可愛いお店があるのでちょっと入ってみますね。可愛いんです、このお店見てください。お邪魔します。可愛いボンジューここはもうモンマルトルの中でも私一押しのお店なんですが、パリジェンヌのお家にお邪魔したみたいな、昔のバスタブを再利用した、ね、ソファーがあってたりとか、アールデコ調のものが多くって、私もとっても好きなんですけど、帽子もね素敵なんですけど、何せ頭でっかいんでね、帽子が見つかんないんですよ。クリエイターのアクセサリー結構好きで、ディスプレイのね仕方が本当に素敵ですよね。アンティークの家具を使って素敵に演出しています。冷蔵庫、カウンターも、いや昔のこれはコンロですね。Vous travaillez avec les créateurs? Alors c'est oui, des créateurs de mode essentiellement produits à Paris. À Paris, c'est ça. Après j'ai aussi quelques pièces vintage. Oui. Maintenant je n'organise pas de couleur, donc sur chaque portant vous allez trouver. Certains, ça fait 10 ans que j'ai la boutique, certains sont là depuis le début. Oui. 10 ans déjà? Oui, ça fait 10 ans, ouais. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Paris? À Paris, ben, moi ça fait 20 ans. D'accord.もう10年も経つんですね。できた時は素敵だなと思ったけど、結構アクセサリーも私はもう大ぶりのものが多いんですけど、こういうデリケートな日本女性にぴったりな感じのものも揃ってますのでね、ここに住みたい。ペーパードールズさんの前に結構ね、日本のポスターって人気で、これとかケホルフですね、ジャン・リュック・ゴダールのコーライックス、はい、この間すれ違ったドヌーブ様ですね。私も大好きな映画です。ティファニーで朝食を。古着屋さん、でもね、古着ってでやっぱり本当におしゃれな人しか着れないような気がする。私が着るともうね汚くなっちゃうの。かっこいいんですけどね。すごいかわいい子供のお店、近所には大人のお店もあるし子供のお店もありますね。おもちゃとか結構ね、ここは木のおもちゃとか多いですね。あとはここでお洋服なんかもね作ってますね。私最近ついてない、ここのお店通るといつも閉まってるんだけど、今日閉店日。すごいこの雑貨屋さん好きなんですけど、こういう食器とかね、私好みのこういう食器がたくさんあります。あのモンマルトルって画家が多く住んでいたことでも有名ですけれども、こちらですね、この
建物ね、ものすごい素敵なんです。画家のアトリエだったところですね。こういうふうに高い窓がありますので、光がたくさん入ってくるようにね。画家のこういうアトリエの窓っていうのは北向きになってます。強い光が入ってこない、安定した光が入ってくるということで、北向きなんですね、画家のアトリエの窓というのはね。で、私がなんで治安がいいと言われている落ち着いた砂岩を出て、このウガンの治安が悪いと言われるモンマルトルに来たのかというと、ワイワイガヤガヤしていて、カフェがたくさんあって賑わっているところが私は憧れだったんですね。で、特にこの辺りはラシガールっていうですね、この有名なコンサートホールがあります。ジボン・デュ・モンドっていうところがあったり、とにかくこうコンサートホールとかライブ会場とかたくさんあるんですよね。なので若者ですごく賑わっていて、活気に満ちたところ、まあ、旅行者ももちろんいるし、あと家族もいれば、いろんな人たちがいるんですね。お金持ちもいれば貧乏な人たちもいるみたいな、なんかそのミックスされた感じが私はとっても好きで、モンマルトルにずっと住みたいなって思ってました。こちらですね、カルフールって大きなあのスーパーになってますけど、夜遅くまで開いてます。ここはね、ここですね、実はあの有名なサーカスだったんですね。スーラーっていう点描画で有名な、ね、かかいますね、あのサーカスっていう名作、あ、赤信号だったが書かれたサーカスがここに実はあったんですね、ここね。で、このモンマルトルに住んでいた時なんですけど、まだ最初の夫と結婚していた時にもここに住んでましたし、別れて一人暮らしを始めるっていうことで、自分のアパートも探して、で一人で、ね、住んで、はい、一人身で、このモンマルトルに、ね、住んでおりました。こういうね、この間なんかお話ししたと思うんですけど、ヒゲをね、綺麗にカットするバフビエって言うんですけど、こういうみんな武将ヒゲの人が多いんですってお話ししましたけどね、こういうですね、素敵な、はい、ヒゲ屋さん、パドン僕はあ、ブーセシペーよ、イパレキイフォパシブレザンコニーあ、ダコセトラボウィー、なんか知らない人についていきます。あら、オケスクジベディクウェイ。わお。Vous êtes artiste? Ah. Vous appelez comment? Moi, je m'appelle Ryoko. 突然知らないお兄さんについてきました。おお。はい、名前。Bon, l'été c'est peut-être mieux, mais bon, c'est pas sympa. Bon, merci pour la visite. Bon, merci beaucoup. Ciao, ciao. Vous vous appelez? Thibaut. Thibaut. Merci Thibaut. はい、ここのね、パプリカっていうレストランのお兄さんでした。ああ、よかった。殺人者とかじゃなくて。あの、ここね、クリスマスに私がプレゼント探しに来たマルティール通りです。さてさて、空いてるかな？娘の大好物をちょっと今日は空いてたら買っていこうと思います。空いてた空いてた。 Bonjour, ça vous dérange si je filme? C'est bon? Merci. はい、これ私の大好物です、バッカザナの、はい、このチョコラのワゼット買っていこうかな。 Je vais prendre trois s'il vous plaît. Ouais, je prends cannelle, pistache etoui, chocolat, allez. Oui. Classique, voilà. J'aime tout. Ce sera tout. Hop, oui, ce sera tout. Je... 10, je peux régler par carte? Oui. Getto shimashita. Yay.はい、これからおやつを持って、もうあのモンマルトルに来たら絶対に会いに行かなければいけない私の恩人の家でちょっとおトイレをお借りして、それでまたですね、お散歩を続けていきたいと思います。ステファンおじさんも一緒に来てます。はい、ここのね、パンパンというお店すごい美味しいんですよ。メイヨーギャレットドゥパリ、2020年のパリで一番美味しいギャレットドロワに選ばれたということです、はい、でこちらマルティール通りって、はい、こんな風にヴィンテージのお店があったりします。で、今回私はモンマルトルで一番好きなお店に行きます。こちらです。Bonjour.
ロブジェキバールという、はい、ボーコントっていうんですけれども、一人暮らしを始めた時にここで家具を買いました。いつも何も買わないで出てくることがほとんどなので、なんかごめんなさいって感じなんですけど、pour une fois je voulais acheter quelque chose. Pour la partie comme je prends 4 même alors. D'accord. Oui. Je vous offre celui-ci. Non. Si. C'est vrai? Mais oui. Bon. Vous, vous avez des habitués et vous ne souffrez pas trop de manque de touristes, si? Un peu. Heureusement, les Parisiens sont revenus découvrir les boutiques en bas de chez eux. Oui, vraiment des gens du monde entier. Beaucoup de gens du Japon, des Américains, des Anglais, des Italiens. Ouais. Je peux vraiment dire que j'ai des gens du monde entier qui, lorsqu'ils viennent à Paris, font des tours par chez moi. Oui, bah, quelque part, on vient chercher Paris un peu chez vous. Hein. Oui. こちらのね、オルヴェンダンタンというところが、先ほどのパンパンからですね、歩いて30秒ぐらいのところにあるんですけど、バゲットの激戦区、ね、この辺りは。本当にね、朝起きてすぐに美味しいパンを買いに行けて幸せでしたね、この。ここに住んでた時は。こちらが有名な安倍洲駅、1900年にメトロが開通しましたけどもね、その当時のアールヌーボー様式、ガラスの屋根が残っているところは2駅しかないんですけれども、そのうちの1つですね。はい、この駅の真横にあるビバリーデザベスというのがあります。子供向けのパリの本、めちゃめちゃ可愛いです。あ、こんな切り絵になってるのもある。私のおすすめこちらです。絵がね、すごい可愛いんですよ。サンジェルマンデープレ教会、コンシェルジュリー、トリーチとかね。あ、ノートルダムがあります。こういうのお土産もいいかなと思うんですよね。ちょっと変わっててね、大型書店じゃない小さな書店っていうのはすごく趣味のいいね、あのポストカードとかも売っているので、はい、おすすめです。でちなみにね、私日本に行った時にないと思ったのがポストカードです。あの外国の方はですね、ポストカードを送るんですね、お土産を買うんじゃなくて。なので外国の方がね、日本に来るようになったら、ぜひポストカードを売ってください、日本の皆さんっていう感じです。もうなんか似たようなの持ってるんですけど、たくさんジャラジャラつけたい。はい、ということで買ってしまいました。本当にもう歩いているとお金がどんどん飛んでいく、物欲の塊の私には本当に危険な街なんですけど、もうね、街歩きはやめた方がいいかな。はい、昨日閉まってたのでリベンジできました。いつもね、ここでお父ちゃんがね、あのクロワッサンを買ってきてくれてました。Bonjour, je veux prendre un croissant. Ah, vous faites une ficelle? Je vais prendre une ficelle, s'il vous plaît. マドレーヌが美味しいんだった。まあいいや、太っちゃうからやめとこう。こういうね、フルーツケーキも美味しいです。はい、でこのですね、フィセルという細いバゲットを買ってみました。普通のバゲットを半分に切って買うこともできるんですけど、はい、今、マルティール通りのテープ。ペンですね。アンティーク屋さんも同じ通りにありまして、この古着屋さんもなかなか面白いんですよね。ここの通りなんですけど、車もねあんまり通らなくって、今新しくレストランになってる。
多分開店ほやほやだと思うんですけど、私ここの上に前の夫と家を買いそうになったんですけど、まあ、ちょっと逃しましてね、買えなかったんですけど、ここすごい気に入ってて、1年後ぐらいかな、ここ地盤沈下してて建物がね、木の枠で支えられてました。と言いますのもですね、丘のね、下が採石場だったのでね、昔モンマルトルは蜂の巣みたいに、ね、穴だらけになってるので、たまにボコッとですね、地面に穴が開いて落ちてる時があります。で、このフィデトカフェが、ずっと進んでいくと、今こうお引越しですね、詰まってますね。深夜パンさんがこの並びにあります。はい、今私が一番大好きな、深夜パン。はい、ここがアメリーの映画に出てきたとこですね、八百屋さんのお店。昔からある天使の専門店、とにかく天使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 のお店です。はい、アンベール駅というところを降りて、まっすぐ登ってくると、じゃじゃーん、ここは東京で言っても下町ですね。私にとってサクレクールは浅草寺でございます。浅草っていうね、感じが私の中ではしております。サクレクールの影の下に住むのが本当のパリジャンだなんていうね、聞いたことありますけれども、大きなドレフュスとかレンヌっていうですね、布屋さんのデパートとか、あと小さいお店もあちこちにあります。今日は歩きながら登っていきます。外でね、時間を過ごすの大好きです、フランス人は。冬休み中なので、地方から来てる人もいるかもしれないんですが、レストラン閉まっているのでね、こうやって皆さん地べたに座ったりとか、ベンチに座ってご飯食べてます。で、昔ね、ここで映画見ましたね。移動映画館というのがあって、空気でね、膨らます、巨大なバルーンのスクリーンをここに設置して、無料なんですけどもね。例えばここモンマルトルなんで、モンマルトルを舞台にした映画というのを、まさにその撮影された場所で野外で見るというですね、映画祭なんですが、息が切れてきた、はあ、足腰弱い人はと、この隣のケーブルカーですね、はい、ケーブルカーが今交差してます。あっという間にね、着いちゃいますけどもね。サクレクールです。聖なる心臓というね、名前のカトリックの寺院ですが、結構歴史は新しいですね。1919年に完成しましたけれども、40年以上かけて出来上がりました。採石場があった丘の上にですね、こんな巨大な寺院を、石の建物を建てるというので、まあ、地盤沈下がね、心配だったわけで、まあ、その地盤を強化するための工事でものすごい時間がかかったんですこれね。で、はい、フランス最大の鐘がここにありますね。この石なんですけれども、特別な石灰岩でできていて、雨が降ると雨の水で汚れが洗い流されるという石です。ガーゴイルが、あれはね、雨水をドバーッとね、屋根にたまらないように口から流し出すというものですね。あと、こう邪気を払うみたいな、そういう意味もあります。このサクレクールのね、裏にあるとこ、ここはシスターたちが住んでいて、ミニ牧場があって、新鮮な卵なんかもね、買うことができるんだそうです。はい、サクレクールの横、こう通ってくると、こういう風にですね、本当にモンマルトル村だったなというね、建物が残ってます。お土産屋さんはね、皆さんほとんどメイドインチャイナですから。こちらがテルトル広場です。有名な画家がいる広場ですね。まあ、彼らもね、旅行者がいなくなって本当大変だと思うんですけど、有名なね、キムタクさんの似顔絵描いたおじちゃんいないかな。はい、お酒飲みすぎたおばちゃんが叫んでます。C'est parisien non les gens qui sont sous qui gueule ね、よく言いますね。
こうパリいるとね、叫んでる人とか泣いてる人とかね、すごいあの綺麗なお姉ちゃんがね、あふられたのかなみたいな、ギャンギャン泣いてたりとかねするんですけど、ガランガラン。Tu te rends compte, d'habitude, c'est difficile de marcher là, hein? Ah, mura, c'est une grande idée. Ah, et ここが La Bonne Franquette, c'est une yumena. Montmartre 共和国のここはですね、本部。古き良きモンマルトルを守ろうというですね、人たちの集まりなんですけれどもね、今年は残念ながらございませんでしたが、モンマルトルのね、ブドウ畑で採れた、結構美味しいんだそうですよ。あのね、市役所でも買えるんですけど、モンマルトルのね、ブドウ畑のワインね、ブドウ狩り収穫祭が10月に普通ならあるんですけどね。あとゴッホがパリに来て最初にの方に描いた絵もラ・ボン・ファンケットのテラスでしたね。いつもここにある商品割れないのかなって心配になるんですけど、前にはい、いる軍人さんたち。この人たちは対テロの、軍人さんたちですね。パトロールをしている人たちです。モンマルトルの裏はですね、もう本当にあの、田舎でしたので、お家、ね、家がたくさんあるんですよ。ここの通りを、ブユコフトって言いますが、ここまっすぐ行くと、モンマルトルミュージアムがあります。そこでもね、あの、ワイン買うことできますよ、はい。エミリーの時はね、まだテラス出てました、あの時ね。ピンクの家です。ここが Rue de l'Abreuvoir、 とっても言いにくい名前の通り、ここまっすぐ行くとダリダの広場があります。はい、前回は確かまだブドウがあったかなと思います。ラパンアジル、ね、有名なシャンソニエです。まあ狭くて狭くて本当に密なので、ここはしばらく開かないだろうな。なんかこう肩と肩を並べて知らない人と一緒にですね、ワイン飲みながら歌を歌うなんていうのもなんかもう遠い世界の話ですけれども、早くまた戻りますように。あのうちの両親はあんまりパリ来ないんですけど、めんどくさがって、2回来たかな。その時にあの父親の希望で来たんですけれどもね、最初は喜んで手叩いてましたけど途中で寝てました。はい、でこのラパンアジルの横を降りてきました。でこの階段を降りていきます。そうするとね、裏モンマルトルというか旅行者は来ないモンマルトルがあります。すごくね高級住宅地なんですけれども、まあ、カフェがあったり商店街が続くんですね。本当にあの万引きとか全然気にしなそうなこの別世界。メイヤーウボリエデフランスという称号をもらっているシャフトキー、豚の血のソーセージとかあります。わお、フロマージュデテッチーズ屋さんとかね。はい、こういうねお肉屋さんで鳥が回ってます。これがね美味しいのね。私ね、あの一人暮らししてた時、小ぶりですけどこれぐらいかな、鶏1羽丸ごと一人で食べたことがあります。美味しいんだこれが。裏モンマルトルにあるのがこちらです。パテシネマって書いてありますが、もともとは、有名な映画会社パテのスタジオ、撮影スタジオがあったところなんですけれども、私はここでお父ちゃんに出会いました。超エリートしか入ることができない、ラ・フェミスという映画学校なんですが、こちらの卒業作品に私ちょい役で出まして、その時にねお父ちゃんも美術担当で関わっていた。上にあるバルコニーがあるんですけど、あのバルコニーで休憩中に出会いまして、まあ一目惚れじゃないんですけど、なんていうのかな、あ、なんかこの人見たことあるみたいな感じで、全く赤の他人とは思えないっていうね感じがしました。そんな出会いがあった国立映画学校です。はい、このフランセス・ラ・ビューティーっていうところ、いつもね若者たちでもう溢れ返っているんですけど、大きなねここにテラスがあって、まあ、映画学校の、まあ、学生さんたちと一緒にここで飲んだりとか、はい、こちらはメイヤー・オブ・レ・ド・フランスアルノ・ラエールさんのお店があります。この方のマカロンもめちゃめちゃ美味しいんです。こちらのハワイというのがすごく美味しかったですね。ライチのタルトなんですけれども、
で、彼はですね、マカロンがとっても美味しいんですね。あとこのバニラたっぷりのパリセベイもとっても美味しかったです。マカロンクラブの時にはちょっと出さなかったんですけど、単純にバニラ味がないというね理由で出さなかったんですが、はい、買ってしまいました。イエーイ。パレス通りの突き当たりに来ると、ここからルピック通りで、こっちの右手の方を遡っていくと、これもずっとルピック通りでぐるーっとですね、このモンマルトルの丘を登っていく坂道です。この坂道をルノーがね初めてあのブワチュヘッドというねちっちゃな車であの坂を登ったというね、でパリジャンたちを驚かせたという歴史的な、これもナポレオンが作った道です。魚屋さん、昔からあるお魚屋さんです。ウニが売ってる。牡蠣食べたい。ホタテ、今ね季節ですね。エビボイルしてね売ってます。マヨネーズね、何でもマヨネーズ、はい、サーモンですね。高いな、ここ。あ、タコが売ってる。ここあのサンジェルマンデプレでもねお見せしました。ミモザが綺麗ですね。お花買ってこうかな。ここのねお店をねお見せしたかったんですよ。よいしょ、はい、サニエレソンスっていうところです。ボンジョーマダン。はい、私の大好きなお店なので、ぜひぜひ皆さん、もうね、本当に可愛いんですよ。ここのパッケージングがね、南仏のブランドなんですね。こうやってマルセイユ石鹸ですね。お手洗いスペースもあります。ほとんど植物性ですね。97% 植物性の商品を作っているお店なんですけれども、で体のに塗るオイルだとかクリームだとか石鹸ですね。これはブドウの、あの石鹸なんですけれども、私このブドウシリーズがすごい好きです。あとこの蜂蜜の、これはゴマージュですね。スクラブ、あとボディーバターとか、このパッケージングが本当にね、いちいち可愛いっていうね。本当に。で、香りも、あの、アグレッシブな、人工的な香りではなくて、これはアーモンドですね。まあ、肌にね、優しいですからね、アーモンドのオイルはね。こちらは 100% 植物性だと書いてあります。フランスにあまりないと言っていいんだ。クレンジングフォームなんかもね。あとこれはメイクアップも落としてくれる。こちらのですね、お店の、まあ、一番の人気商品というのがこのハンドクリームなんですね。もうパッケージングも本当に可愛いんですけど、つけててこう嫌な匂いしないし、やっぱり手につけるものって自然のものがね、やっぱりいいですよね。ちょっと口に入っちゃったりすることもあるので、まあ、ブドウの香りがとっても好きです。これ絶対ね、日本の方は好きな匂いだと思いますし、私割とね、ラベンダーとかちょっと苦手なので、まあ、お土産にもちょうどいいお値段だと思うので、あとこういうセットになったものとかね、もう本当に可愛いハンドソープ。オペラ店ですね、オペラ座の方ではピラミッドというね駅のすぐそばにあるんですけど、そちらではね石鹸量り売りで買うこともできます。これは石鹸とホームフレグランスですね。これがセットになったものですね。本当このボトルだけでも欲しい。ちょっとレトロな感じでね。で本当にね、ここのはちゃんとメイドインフランスですよ。もちろんランフツってグラースっていうところがですね、香水で非常に有名なんですけれども、レモンとかラベンダーとかね、とにかく地元でお花が取れますのでね、南仏の方で作っている自然派のコスメです。ここにもね、ラメールドサミーユあります。あのチョコレート特集でねお話ししたお店です。こちらのモンマルトル店でも、このシュトラーですね、ギャラリーラファイエットでもお話ししたかな、パリ最古のお菓子屋さんのお菓子売ってます。はい、こちらがアメリープーラン、アメリーっていうね映画の舞台になったあの有名なカフェです。前はね
タバコ屋さんが入ってたりして、これあの映画が公開されたぐらいの時にね、すごい大人気になって、タバコ屋さんにいたおじさんが忙しくて大変でしょうって聞いたら、いやもう楽しくてね、いろんな世界中からいろんな人が来て楽しいからね、退職をちょっとね遅めたんだなんて言ってましたけど、おじさん元気なのかな。経営者変わりましたけど、でもねすごく感じのいいお店です。なんか本売ってるのかな、カフェを利用して本売ってます。コーヒー1ユーロとかですね、お持ち帰りにしてますね。ツーリストをバカにしない感じが私は結構好きです。自分たちはツーリストのおかげでなってるんだってことをちゃんと分かってるカフェなので、お兄さんたちもね結構感じがいいので、私はよく未だに利用します。はい、でこの坂を降りていくと、はい、こんなものがあります。何があるのでしょうか。はい、これです。皆さん、ムーランルージュ、歴史はとっても長いんですね。エッフェル塔と同い年なんですよ、ムーランルージュね。世界中の人の誰が見ても楽しいみたいな、あのスペクタクルっていうものを作るので、とってもよくできてますよ。はい、で私はですね、このモンマルトル時代に一体何をしていたのかというとですね、もちろんムーランルージュで踊っていたわけではなく、曲芸とかならできるかもしれないけど、踊れるわけがない。アクセサリーを売ったり翻訳とかをしながら演劇学校に行っておりました。あの昔から好きだったので、どうせならと思ってですね、まあ、フランスでも割と有名な演劇学校に入りまして、3年間学びました。バーベス、ボシュシュワー、ドラシャペル、運河です。ここに船が来ましてね、段々になってるんですね。これね、階段方式の運河ですね。これね、スタビライザーみたいなのを取ってます。すごいものを持っててね、あの襲われて取られたりしたら怖いなと思って。そんな怖いとこなんですか。怖いとこですよ。ここは2番線のジャンジョレスという駅で降りたんですけれども、私ここになんで来ているのかというとですね、演劇学校クフロホンというのがこのすぐ近くにあったからなんです。バスチーユ広場から船が出ておりまして、これバスチーユの広場の下をですね、地下を船に乗ってくぐることができるんですね。でここにたどり着きます。オリンピックで泳ぐようなこと言ってましたけど、泳ぎたくないですよね。私スイマーですけど絶対泳ぎたくないですけどね。はい、MK ドゥケドセン、MK ドゥケドロワールといってですね、両岸に映画館があるんです。夏はねここ本当にあのワイワイガヤガヤ、皆さんねこのこういうところにね足をこうつけながらビールを飲んだりとかして、夜遅くまでワイ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 ですね、楽しむっていう光景を見ることができるんです。でまあ私ここで昔のですねフランスの古典劇とかね、フェードルとかモリエールとかなんてお芝居をしてたんですけど、でもあのそれでねやっぱり暮らしていくのはなかなか大変でございまして、オーディションとかも受けてたんですけど、アジア人やっぱりねあのマイナーなんですよね。ねアフリカ系中近東の人でさえ今ようやくちょっとあの映画とかドラマに出始めたっていう感じなので、結構ねフランスはまだまだその辺白人至上主義のところがあるかなと思います。はい、こんなです。はい、運がずっとですね、下っていくとレピュブリック広場とかバスティーユ広場にたどり着きます。これ結構あのこちらの人たちってそのアジア人ってみんな一緒みたいな感じのところがあるので、例えばあの私だったら今もさっき言われたんですけど、絶対にあのニーハオって言われるし、まあ、中国人であろうと韓国人であろうとベトナム人もタイ人もみんな一緒みたいな感じなので、オーディションとか受けてもあのアジア人の女性とかしか書いてなくって、ね、アジアっぽい鉛で喋ろって言われて、でも何の鉛ですか、中国系韓国系日本ありますけど何でもいい、同じとか言われたりとか。面白かったのがオーディションを受けた役の名前全部同じなんですよ。そもそも役自体マッサージ嬢とかレストランの店員とかですね、そんな端役しかもちろん
ないんですけど、ちょい役でもと思ってオーディションね声かかると言ってたんですけど、絶対ね、うん、キムって名前なんですよ。全部の役が同じ名前みたいな、これはね嘘のような本当の話で、人生いろいろ経験してみると面白いことあるなって本当思うんですけど、全部キムっていう名前なんです。アジア人はみんな一緒みたいなね。で、大体こっちの人のアジアの女性のイメージっていうのは、こう目がキってね、こういう目じゃないとダメなんですね。髪の毛もかぐや姫じゃないとダメなんですね。ということでね、なかなか難しかったですけどね。でもまあ、あの短編映画とかは面白い企画があったので、それで生活はできないですけど、面白いプロジェクトがあったりすると出たりしてました。はい。あ、怖い怖いね、早く帰ろ。はい、やっぱりね、あの最後ここです。ルーブルでございます。私がガイドになりたいと思ったのはルーブルが好きで、あの美術勉強ってしたことがなくて、でもルーブルというところはパリに住み始めてからもうすごい大好きな場所で、ずっとね一日お散歩をしているだけでも楽しい。なんとなくね、こう安心感があるっていうか、美術のことそんなに知らなくても中歩いていろんな絵を見たり彫刻を見ているだけで幸せになるっていうのと、あと中歩いてるだけでも面白いんですよね。建物自体が本当に素晴らしい、もうあの宮殿でございますので。ということで、自己紹介ビデオはこのルーブルで最後を締めたいと思います。ルーブルでお迎えできる日を楽しみにしております。ではまた次回お会いしましょう。